すみません、香織さん、今日の飲み会は居酒屋白橋で会っていますか？会ってるわよ。なんでいちいちそんな連絡してくるわけ？19時集合とのことでしたが、誰もいなくて。会社近くの白橋ですよね？そうだけど、何度も確認しないでよね。これだから派遣って仕事できなくて困っちゃう。仕事もできないし、プライベートもダメダメなのね。面倒見るのも大変。オタクぼっちってこういう時困るわ。しかしお店の方も困っています。もう30分も過ぎているのに誰も来ないので、予約した人に確認してほしいと言われました。じゃあ吉野さんが全部食べればいいんじゃないの？だって吉野さんってフードファイターみたいじゃん。食い意地張ってるんだから食べられるでしょ。私一人でどうやって7人分を食べろと？それに私の食べる量は普通ですが。この間の休憩中、私お菓子ちょうだいって言ったでしょ。そうしたら全部食べちゃったじゃん。本当に意地汚いよね。どうせ何でも食べちゃうんでしょ。やだ下品。友人からいただいたものなので私が食べたいと説明しました。香織さんが言っているのはあの大きめのマカロンですよね？そうよ。吉野さんがマカロンなんて似合わないから私が食べてあげようとしたのに、あんたパクって食べたじゃない。本当に最悪。そりゃ食べますよ、私のものなんですから。それに大切な友人からもらったものですし。あの、そんなこともわからないんですか？一度病院に行った方がいいのでは？検索して良さそうな病院のリストでも送りましょうか？ふざけんじゃないよ。あんたね、派遣の分際で正社員様に何言ってんの？いいのかな？私が文句言えばあんたクビだよ。本当に正社員なんですよね？それも人事部の。ちょっと何言ってんの？当たり前でしょ。もう少し派遣のことを学ばれた方がいいのでは？人事の方は関わる機会も多いですよね。派遣をクビってちょっと何言ってるのかわからない。あんたね、いつも本当にムカつくのよ。私がやれって言った仕事もやらないし、だからぼっちになるんだよ。かわいそうでちゅね。かわいそうな頭は持っていないので大丈夫です。あ？あ？あんた本当に生意気。私を誰だと思ってるの？香織さんですよね？香織様でしょ。あんたは派遣で私は正社員。香織様って呼びなさいよ。はあ、香織様ですか。いいんですかね、明日からそうやって呼んだら香織様がハラスメントをしているってみんなにわかりますけど。 あんたね、本当に生意気。私たちは他の店で楽しんでるから、そっちはよろしく。派遣のあんたが一人で7人分の金払っとけよ。ああ、訴えるそうです。え、そういうことなので。じゃあ待ちなさい。私の名前は吉野。短期の派遣が好きで、いろいろな会社で働いている27歳です。どこにでも嫌な人はいるものですが、香織さんはなかなか。私が生意気な態度を取ったことを嫌に思った方もいるかもしれません。でも普段からおーほほ ほ派遣はゴミよと言われて嫌がらせを受けていたので、そんなアホ相手にいい子にならなくてもいいでしょう。私が言われるだけならどうでもいい相手なので気にしないですが、居酒屋修羅橋に迷惑をかけるのは許せません。お店の方が一生懸命料理を用意してくださったのに。店主にも LINE のやり取りを見せたら、まるでゆでだこのように顔が真っ赤になっていました。そして泣きながら、あんたも苦労してるんだね、いっぱい食べなよと優しい一言。とってもいいお店ですね。翌日。ちょっと、あんたどこにいるのよ。今日のお昼は外で食べようと思いまして。いいから戻ってきなさいよ、部長がカンカンなんだから。それは私に対してではなく香織様に対してですよね。私ごときが行く必要はないと思うのですが。うん、あの居酒屋、うちの会社に連絡してきたのよ。そりゃそうですよね、会社名を出して予約したんですから。そんなことも考えなかったんですか？うるさいわね。つまり会社で予約したってことは、責任者はあんたでもいいってことでしょ。予約したのはあんたってことにしろ。そんな理屈が通ると本当に思っているんですか？春はまだ先ですよ。とにかく今すぐ戻ってこい。説明しろ。部長の前で香織様の悪行を説明すればいいのですか？私張り切っちゃいますけど。
そういうことじゃないわよ。あんたが予約した、あんたが悪い、そういうことにすればいいって言ってんの。そう言われましても、香織様ご自身のアカウントを使って予約サイトから予約したんですよね。それをどうやって私のせいにするつもりですか？あ、もう、あんたは派遣なんだから正社員の言うことを聞け。はい、ハラスメント。え、横で修羅橋の天使も、はい、ハラスメントと言ってますよ。あんた今どこにいるのよ。修羅橋でランチ中です。昼限定の焼き鳥丼ランチ、鶏スープもついて600円。このご時世ボリュームたっぷりでありがたいですね。で、天使がいるってこと？ちなみに天使の弟さんは弁護士さんだそうですよ。今一緒にランチしてます。は？兄弟揃ってとことんやるったそうです。焼き鳥は塩派なのですが、焼き鳥丼はタレ派です。鶏スープも美味しい、大満足の昼食になりました。さて、香織さんについてですが、結局あの日お店に来ることはなかったんです。天使の顔はもう真っ赤でした。天使は弁護士の弟さんと相談してから会社に連絡、私のことも派遣だからとバカにしていたと言ってくださいました。美味しいご飯が作れて心根も優しいとは惚れてしまいそうです。さて、そんなことは置いておいて、会社では部長がカンカンでした。当然です、このご時世コンプライアンス違反だのハラスメントだのあちこちで叫ばれているのですから、そんな時代に香織様と呼ばせるような人間、当然ですが違う部署に行くことになりました。人と関わることのない書類関係の仕事だそうです。それがいいでしょうね。当然ですが修羅橋にもキャンセル料プラス迷惑料が結構な金額支払われたそうです。もちろん香織様から。数週間後。あんた仕事辞めるって本当なの？正社員の香織様、お久しぶりですね。そういえば仕事を辞めたんでしたっけ。お仲間も揃って全員。そうよ、あんな暗い部屋でひたすら書類整理させられて、あんたにわかる？しかも休憩中は部屋を出なきゃいけないのよ。まあそりゃそうですよね。私はコールセンターにもよく派遣で行きますけど、センター内での休憩は禁止です。スマホの持ち込みもできません。つまりみんなに見られるのよ。昼休憩になったらみんなオフィスの外に出るんだもの。ひそひそ派遣に嫌がらせしていた人だって噂されて。まあ事実ですよね。香織様今回が初めてじゃないでしょ。今までたくさんの派遣に同じことをしてきましたよね、お友達と一緒に。だって今のご気分はどうですか。見下していた派遣には仕事がありますが、香織様にはありませんけど。大体なんであんた派遣なのよ。仕事できるくせに。悔しい、ずるい。正社員になれなかった派遣もいれば、正社員になりたくない派遣もいます。ハイクラス派遣だととんでもない人材もいますよ。人事部なのにそんなことも知らないんですか。あ、ごめんなさい、もう香織様は人事部じゃなかったんでした。そうそう、もう香織様って呼ぶのやめていいですか。もういいわよ。吉野と茜のライン。吉野、ねえ、今度コールセンター行かない？派遣できそうな人いなくてさ、なんか人間関係かなり厳しいみたいなの。うるさいおつぼね様がいるみたいで。行く。本当？嬉しい、ありがとう。吉野は仕事できるから派遣先からの評判すごくいいんだよ。でもごめんね、いつも厳しいところ紹介して。いいの、楽しいから。派遣をバカにする人が破滅するの見てて楽しい。楽しいね。吉野も変わってるね。でも茜はそんな私ともうずっと一緒にいてくれてる。茜のためにも頑張りたい。吉野、あんたって子はいい子だよ、本当。どう、今日飲みに行かない？行く。最近いい居酒屋見つけたから紹介する。いいね。その後、結局周りからの視線とひそひそに耐えられなくなった香織は仕事を辞めました。で、他の派遣会社に登録したみたいですよ。あんなにバカにしていた派遣になるなんて。ただ残念でしたね。派遣会社もピンキリ、香織が登録したのはかなり評判の悪いところなんです。派遣先もおつぼね様が牛耳っているようなとこばっかり。まあ彼女にとってはいい薬でしょうね。もちろん
派遣会社はいいところもたくさんありますよ。私が登録しているところは最高。なんてったって私の幼なじみが社長ですからね。さて、今度のコールセンターにはどんな人がいるのかしら。神奈川さん、誰が魅力度ランキング6位の神奈川だよ。私は神奈川じゃなくて神奈、育ちは東京。神奈川県知事黒岩さんも驚くぞ。あー、そうでした、ごめんなさい。いや、どんな間違い？っていうか、いつも私に LINE してくるとき、そういう変なボケで送ってくるよね。だってカンナさん、ツッコミが面白いんですもん。だからいつもふざけて送っちゃうんです。今日も調子よくて、いいツッコミでしたね。やーかましいわ。まあ別にいいけどさ、こっちもなんかツッコミ期待されて変なプレッシャー感じるからやめてくれない？いやです、送ります。え、地味に嫌がらせじゃないこれ。私、高校の時からみんなにあだ名つけるのうまくって、みんなのことそうやって呼んでたんですよ。いや、普通に嫌なやつじゃん。え、学校で嫌われてなかった？大丈夫？全然大丈夫ですよ。だって私、学校で一番可愛くって、みんなに注目されてましたから。へえ、あー、お腹すいたな。ちょっとカンナさん、適当に打たないでくださいよ。あ、ごめん、バレた？っていうか何の用？高校時代の自慢と、ただボケたかっただけならもう終わっていい？違いますよ、用があって LINE したんです。あ、そう、じゃあ用は何？ちょっと小耳に挟んだんですけど、カンナさん、来週の土日旅行に行くらしいですね。えー、怖っ。どうやって小耳に挟んだの？ママ友からの情報ですよ。私、仲のいいママ友でジンベエザメってママがいて。だからあだ名の癖、どういうことそれ？ああ、口が大きくて目が離れてるからです。ほんと嫌われるぞいつか。で、そのママが言ってたんですよ、カンナさんが家族で三重の伊勢島旅行に行くって。いや、行き先まで広がってんの？怖いな怖いな。でも家族っていうのは間違ってるね。え、違うんですか？うん、今回の旅行は家族とじゃなくて私の妹となんだよね。あー、カンナさん妹がいたんですか、知らなかった。じゃあ名前は静岡とか？地図で神奈川の左斜め下にあるからって？違うわ、静岡全然関係ないからね。さすがカンナさん、どんな時でも突っ込める。いや、もういいって、疲れるな。え、で、言いたいのはそれだけ？まあそうですね。いいな、姉妹で旅行とか。私一人っ子だからそういうの羨ましいです。まあね、うちは幼い頃からずっと妹とは仲が良かったし、今でもそれは健在かな。ふーん、あー、じゃあ私やることできたので、こんな平凡な LINE してる暇ないので、もう LINE 終わらせてもらいますね。そっちからしてきたのに何なんだよ。私はカンナ、36歳でツッコミ担当の専業主婦で、会社員の旦那と小学生の娘の3人暮らし。3歳年下のママ友のクミさんはいつも絶妙に面白くないボケを LINE で私にかましてくるだけの人だったのですが、この翌日意味難解な LINE が送られてきて。カンナ、あ、間違えた、カンナさん。いや、それ木材削る工具ね。パッと見考えなきゃいけないボケしないで。あー、おもろ。で、カンナさん、ちょっといいですか？何？今週の土日の旅行、私も参加しますね。いや、なんでだよ、ボケが変化球すぎるわ。いやいや、これはボケなんかじゃないですよ。私もその旅行に一緒に行きたいんです。はい、じゃあお笑いのボケじゃなくて本当にボケちゃった感じ？はい、至って真剣ですけど。いやいや、何言ってんの、そんなのお断りだよ、一緒に旅行なんて行かないから。なんでそんなすぐに断るんですか？もうちょっと悩んだりしません？悩む必要ある？こんなの音速で答える内容だわ。この旅行は私と妹二人で行く旅行なの。妹と何の接点もないクミさんと行くわけないじゃん。大丈夫ですよ、接点なくても、私誰とでも仲良くなれるんで。いやいや、ママ友にジンベエザメってあだ名つけるくらいだし、絶対そうは思えないんだけど。それに私、先々週誕生日だったんです。うん、で？いや、で、じゃなくて、だから私のお祝いも兼ねて一緒に行きましょうよ。だから嫌だって、
これは妹が婚約したから、そのお祝いで行く旅行なの。クミさんの誕生日のお祝いにすり替えないで。うわひどい。それにせっかく三重の美味しいもの食べて温泉入ってゆったりしたいのに、旅行先でもつまんないボケかまされたら疲れるしさ。何言ってるんですか。私のボケ面白いじゃないですか。いや面白くないぞ。大丈夫か。あーもうムカつく。じゃあいいですよ、私にだって考えがありますから。絶対旅行に便乗してやりますからね。は？場所も知らないのにどうやって。私にはママ友ネットワークがあるんですよ。舐めないでいただきたい。急に言い回し変わってる。まあいいや、できるもんならやってみろ。誕生日の祝いという名目でついてこようとしてるクミさん、私は勝ち気で気の強い妹にこのことを相談すると、なんと衝撃の事実が。そして私は別でママ友ネットワークを駆使し、あるトラップを仕掛けておいたのだった。そして伊勢志摩旅行当日。あかんなあかんなあ、あかんなさんこんにちは。はあ、そのつまんないの何。こっちが恥ずかしすぎて鳥肌なんだけど。あれ、なんだかいつものかんなさんじゃない。で何、なんかよ。あ、その聞き方は一緒だ。今日伊勢志摩旅行ですよね。そうだけど。実は前にも LINE した通り、私も伊勢志摩に来ちゃいました。誕生日のお祝いしてください。どうやって来たの。名古屋まで新幹線で行って、途中電車に乗り換えて、ガタンゴトンと揺れられてのんびりやってきましたよ。ガタンゴトン、その言い方相変わらずきっつ。あれ、なんか今日のカンナさん言い方きつくないですか。それに相変わらずって。いや気づけ、私カンナじゃないよ。カンナの妹のアヤカ、あんたと同じ高校の先輩の。久しぶりだねクミ。吹奏楽部で一緒に頑張ったよね。練習サボって私にめっちゃ怒られたよね。嘘でしょ、あの彩香さんがカンナさんの妹を。本当は私が直接 LINE しようと思ったんだけどさ、あんたが私のことブロックしてたからカンナのスマホから送ってんだよ。嘘でしょ、なんでこんな世間狭いの。あれ、何タメ口使ってんの。あ、はい、すみませんでした。それでどういうつもり。私の婚約祝い旅行に誕生日祝ってくださいとか言って乗り込んできて。いや、その祝ってほしかったし、私伊勢志摩行ったことないから行ってみたくて、ちょうどカンナさんたちが行くって聞いたから便乗しまして。行きたいなら勝手に行ってくんない。私たちそんなの知らないしさ。そうですよね。でもせっかく伊勢志摩に来たんですし、一緒に楽しみませんか。私もうすぐ宿に着くんで。宿自分で予約したの。はい、ギリギリ予約できました。へえ、サメのあだ名つけてるママ友から聞いて。それもカンナさんから聞いたんですね。はい、そうです、知ってたので教えてもらって。それ全然違う情報だよ。え、私たち熊野市の宿にいるから。なんで、どういうこと。私ジンベエザメからちゃんと聞いたのに。実はカンナがそのママ友に事前に言ったらしくって、私たちの泊まる宿は伊勢にあるって。え、カンナさんが。クミがママ友ネットワークで聞き出すって言ったから、それ利用してトラップを仕掛けたんだよ。だからそこには泊まってません。そんな、私誕生日で祝ってもらえると思ってお財布の中4500円くらいしか入れてきてないのに。高校から変わらずあんたすごいね。そんだけ浮かれることができて羨ましいわ。あの、私もそっちに行っていいですか。お金貸してください。無理だよ、そこから電車で最低でも2時間半かかるし。2時間半、そんなの遠すぎます。私が高校卒業した後、調子に乗って後輩に変なあだ名つけてからかっていたらしいじゃん。私それずっと腹立っててさ、大人になってもやってるし。だから今回あんたに制裁与えられてよかったわ。すみませんでした、もう変なあだ名はつけないし、ネットワーク使って便乗とかもしないので、宿泊代貸してくれませんか。調子良すぎなんだよ、世の中思ってるほど甘くないから。じゃあとはご自分でどうぞ。いやー、クミさんが予約した宿は前払い、
4500円しかないクミさんは旦那さんに電話、激怒されながら送金してもらい、なんとか支払って翌日帰れたそうですが、帰宅後お金の管理は旦那さんになり、食費以外のお金は渡されず、スーパーのパートを強いられて、そしてクミさんのママたちは裏で変なあだ名をつけられていると知り、クミさんとは縁を切り、性格の悪さが近所中に知られ、誰からも連絡が来なくなったそうで、完全にママ友から孤立、離婚されるよりも辛いかもしれませんね。一方私たちは熊野市を出た後、帰りの車で伊勢志摩を堪能。クミさんと妹の LINE を見て、この妹も結婚できてよかったねと思いました。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。